どうもこんにちは、品川です。今日はですね、はい、二郎さんです。新年、いやいや、もうこのまま行きましょう。新年から新年から神は明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日はですね、渋谷にある自由路、自由路でいいんですよね、ここのね。オフィス事務所、まあそうですね、僕のオフィスに来ております。はい、なんで来たかと言いますと、お化け屋敷プロジェクト、無眼のですね、お化け屋敷プロジェクトの、まあちょっとクラウドファンディングとかいろいろ分かりにくいところもあるかなということで、今日ちょっと二郎さんと掘り下げていけたらなと思ってやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず二郎さん、はい、このお化け屋敷っていうのはちょっと分からない人が多いんですけども、はい、そもそもの発端から教えてください。2年前に沖縄で、それも僕プロデュースでお化け屋敷をやったんですね。のっぺらぼうっていうお化け屋敷だったんですけど、ちょっと画像をお見せしますね。その時のお化けがこちらですね。でね、かっこいい。はい、あと僕もせっかくなら他のこれおばあさん、おばあさんが顔を剥いてますね、はい、顔を剥いだ内臓を、はい、冷蔵庫に、なんで保存したいのか、なんで内臓を保存したいのか。この冷蔵庫欲しいな。おばあちゃんの顔ですね、切ってるおばあちゃん、ね、はい、まあ、要するにのっぺらぼうをコンセプトとしたお化け屋敷をやったんですよね。そうです。で今回は、その時のお化け屋敷の経験を生かしながら、また全くこう違った新しいお化け屋敷を、この夏に、オープンしようと思うます、はい、詳しくはおいおい、お化け屋敷の方は話していきますが、まあ、かなり音にこだわった今回は。そうですね、はい、はい、お化け屋敷ということですね。でそのための、今回、要はコンセプトになる、要はエピソード0になる、はい、映像を、品川さんにお願いしたわけです。でね、散々あのティザーティザーって言ってたんですけど、やっぱ僕も脚本書いてるうちに盛り上がってしまいまして、で結局ね、最初はすごい短いものを予定してたんですけど、はい、ちょっとこう書いてるうちにどんどん膨らんでってしまい、で二郎さんも二郎さんで、これはもう本当僕だけのせいじゃないんですよ。二郎さんもこんなメイクがしたい、こんなことできるよ、こんなことできるよって2人で盛り上がっちゃいまして、はい、でもう完全にショートムービーになったんですね。というか映画ですよね。そうですね、短い映画になったんですよ。なのでね、正直予算のほとんど膨らみまして、この達成金額が200万ってなってるんですけど、はい、実際かかったお金いくらなんですか。657万円。でもそれも二郎さんの、要は自由棒の自由路、俺これ二郎さんのところの自由路の、そうですね、特殊メイク費は抜けてますね。そんな、なんで実際はもうだから1000万超え、1000万近くは、はい、かかってると思います。してると思うんですよ。はい、きついです。なんでの作品になっているということですね。はい、ただもうそれは1000万以上のクオリティ、もうみんなが寝ずに、ちょっとあんまり詳しく言うと、労働基準法に引っかかるんじゃないかというぐらい、もうみんな死ぬほど一生懸命楽しく撮った映像なんで、それ1000万以上のクオリティはある。確実に言えるのは、本当にもう撮影したものに関してもめちゃくちゃいいものができた、めちゃくちゃいいです。はい、正直思います。僕も自信作です、はい、なので本日はですね、ちょっとクラファンを盛り上げよう企画でした。はいはい、まずはちょっと目玉とかってよくわからないという人が多いの、はい、リターンの商品の話です。目玉ですよね。目玉です。リターン、目玉って言われても、そうですね、じゃあ目玉、目玉商品とかそういう目玉じゃないです。マジで目玉なんで。そうですね、弊社自由郎が作る、はい、じゃあ、目玉はこういったものになります。いろんな目玉、はい、この中から今回はですね、黒目の、こういった感じ、いいですね。はい、今回、実際にその、映像の本編に使用した、目玉の方を、今回クラウドファンディングのリターンとして、はい、あら
まさに目玉商品です、はい、これはあれですかね、その買う人も映画撮りたい人がいるかもしれませんが、実際使っても大丈夫なんですかね。もちろんです、はい、でもこれだけどう使うんだであるけどだけどやっぱかっこいいじゃない。そうですね、もしくはこう今の季節お汁粉なんかに入れていただく怖いです食べれないし、だからこれが郵送されてくるからねこれが郵送されてきます、はい、いやもう目玉以外にもあと鼻、鼻ですね、うん、あと舌、ベロですねこういったものも、リターンし中に入ってますね。この同じクオリティでということですね、はい、まあ、切り取った鼻と切り取った舌、はい、送られてます。はい、続きまして、はい、続きまして、まあ、はい、このスチールなんですけど、今回そのアリサックと共通のまあ友人ではあるんですけど、そうなんです、アリサックさん、フォトグラファーのアリサックに、こういったかっこいいスチールをいっぱい撮ってもらったんで、これもひょっとしたら、作品集じゃないや、写真集か、そのビハインドザシーンをまとめた、写真集にして、お届けできればなと、それはまた後日お伝えします。で、今回こう撮ってもらったスチール、また別にそのポスターの撮影も行いました。なので、そのアリサックが撮ったポスタービジュアルも、こちらのクラウドファンディングに入ってます。じゃあ今品川監督が映ってたあんなかっこいい感じでポスターが、ポスターを、はい、制作して、それもどっかに入ってますね。今の監督のポスターとかなんか1万円とかで売れないですかね。いや売れないでしょ、わかんないけどそれもちょっと今後検討していく、はい、嫌なの売れ残るのか俺のポスターだけ売れ残って嫌だからな。確かに、あ、これですね、2万円のこの、はい、はい、アリサック撮影、ポスター、さっきのクオリティで、はい、お送りします。はい、またちょっと触れていくと、あと僕の特殊メイク、そうですね、これも分かりづらい方が多かったんですが、これをちょっとどこでとか、はい、いつっていうのをちょっと分かる、はい、これが僕によるゾンビメイク体験ですか、はい、はい、いわゆる僕がこの間やってもらったようなゾンビ、そうですね、を二郎さんにしてもらえる、はい、これは一応1年間有効にしようかな、今年中だったらいいですよと、はい、で都内であればどこでも、出張メイク、出張、はい、出張ですか、はい、僕が、はい、希望する場所に行って、メイクをさせてもらう、件ですね。ウーバージロー、はい、ウーバージローですか世界のジローですよマジで。じゃあ県外の方が買われたら、じゃあこの来てもらうタイミングを検討しっていうことですかね。ですね。で、まあ、日にちも選んでもらえるので、もちろんちょっとそこは調整が必要かもしれないんですけど、例えば、まあ、ハロウィンであるとか、そういったタイミングでゾンビになりたい時に呼んでもらえれば。いやいやいや、それハロウィン、あなた忙しいじゃない。いや、だからなんとかそこは調整しますウーバージロー、ウーバージロー豪華だと思いますよ。なのでこちらの方も売れ残るとちょっと寂しいので、よろしくお願いします。いや、これマジで言えば本当に30万、二郎さんの特殊メイク30万でやってもらえないですよ。しかも来てもらうとなる。いやー、すごい大盤振る舞いですな。いや、もうなんとかね、なんてすごい膨らんで普通はプロデューサーである二郎ちゃんが止めるんですよね。監督がこう言ってもちょっとそれ予算だ、はい、あくまでティザーなんでっていうところを、いや、どんどんやっちゃいましょうっていう結果結構膨らんで止めないどころか、あなたも随分増やしましたね、はい、そうです、そうです。あと僕は、まあ、こんなことができたらいいな、まあ無理でしょうけどねみたいな、まあ、グループラインにねいや無理ですよね、でもこんなことやりたいなみたいな送ったら、すぐやりましょうって二郎さんが言ってくれちゃったんで、その瞬間から動き出してやりますね。そうですね、あの陰4日前に1ページ増えましたね。そうですね、そうなんです、まあ、いい音楽を送ってくれたんでその音楽聞いて、あ、この音楽があるんだったらこんなシーン撮るとかっこいいですけどねって送ったら、やりましょうって言うから、誰も止める人がいなかった。なので、そう、そういった意味では夢のある現場だった、はい。で、あとちょっと僕と品川監督がお話して、メイキング映像って大好きですよね。うん、好き。で、僕もそれで勉強したんですよ、映画のこと、うん、今回はメイキングを回されてるんですかね。これも僕の、はい、友人に頼みまして、ええ、メイキングムービーしっかり作ってます。じゃあこれもどっかで見れるようなことを増やしていっていただけるんですかね。はい、それも検討してます。それも追加していくと思います。ただすごいのが撮影がすごすぎて、
メイキングの人が次の仕事があるって言って先に帰ってました。最後はスマホでクランクアップ。それぐらい過酷で楽しい撮影でした。いや、ということはじゃあいろいろ写真集もしかり、試写会ももうそこでしか見れないものとか、はい、やっぱホラー映画好きにはたまんないものにしましなりつつあるってことですね。もう本当に見ていただきたいです。いろいろ気に入ってもらえると思うんだよな、はい、なるほど。でさらに盛り上げるために、なんか品川監督がなんか自分自身で購入したいという、いや盛り上げるためにというか、やっぱこれまあやって楽しくて、僕もすごいどんどん膨れ上がってしまったっていうのもあるし、でこれも二郎さんでやっていく上でもう趣味というかね、趣味って言ったらあれですけど、だけどまあ本当裏の話を話すと、私吉本興業に所属してまして、スケジュールを抑えるということは二郎さんからやっぱギャラをいただかなきゃいけない。いただけなきゃいけないんですよ、これ。マネージャーとかもちょっと動いちゃってるんで。でも僕こんだけ好きなことさせていただいて、で見てる人にもこれクラウドファンディング協力していただくのに、お前未然に切ってねえじゃねえかっていうのはちょっと心苦しいというか、まあ本当に自分も楽しかったんで、で僕がやってるデッドバイデイライトっていうゲームにも登場する、まあ言わずもがなエルム街の悪夢、僕が大好きなエルム街の悪夢のフレディの特殊メイクを二郎さんに習って僕がすると。え、習ってやる？だ二郎さんに教えてもらいながら僕がフレディの彫刻を僕がするっていうことですね。なるほど。はい、もう僕は本当ずっと言ってるんですけど、松本人志、クエンティン・タランティーノ、ジャッキー・チェン、そしてフレディに憧れてこの世界に入ってきた。1個だけなんかすごく一人クエンティン・タランティーノの後にもう入ってるんですよ、フレディが。それぐらいフレディ好きなんで、まあ、自分で作って自分がなりたいということで、はい、で先日型を取ったのが、はい、要するに、まあ、これは出してから説明しましょうか、うん、僕の皮をその二郎さんに取ってもらいました。やった。これがねもうすごいでしょ。はい、すごいですね。ちょっと横顔でちょっと、いやもうねこうしたらもうほんと僕ほんと僕でしょ。これも商品の一つになってましたね。そうなんです、これもリターンに入ってますね。いくらでしたっけ？30万です。誰が買うんすか？いや、60万じゃなかったです。そう、60万です。60万だよ、これ。60万です。いや、俺の顔の方60万、誰が買うんだろう。まあでもこれは、本当に、まあ僕、デッドバイデイライトの実写版も撮ってて、フレディさえ作れれば、今度第2弾も撮れるんで。おお、なるほど。だから半分はまた、ちょっと公私混同というか、なかなかその二郎さんにご教授いただくなんて機会、一般人にはなかなかできないですから、それを僕はフレディを作れる券、二郎さんに教えてもらって作れる券、はい、30万、はい、クラウドファンディングさせていただきたいなと思います。じゃあここに新たにそれが乗っかるわけですね、はい、で監督ご自身でそれを買うと。買います。わお、ありがとうございます。ありがとうございます。俺の顔型のフレディだから俺しかダメなんですよ。ちなみにここにこう彫刻するっていうことですか？そうです。だから今回はまあ品川さんに僕は教えながら、フレディを作らなきゃいけないので。あら、それはみんな見たいですね。顔に要は粘土を彫刻してフレディの顔を作ると、うん、それを型取りすればフレディのマスクができると。でもこれが品川さんの顔の方だから、もう品川さんにしか合わない。はい、まあ、そこの様子ももちろん動画撮りますよ。そうですね。僕が二郎さんに教えてもらってるところ撮って、はい、僕がフレディになるところまで、もうこっそりセーター知り合いに作ってもらって。動いてるんですね。
いや一つ僕もどこで買うんだろうというちょっと通販で調べたら安いのしかなくて、もう作ってもらってるんですね。いや、やっぱそこもリアリティにこだわりたかったんで、そういうアーティストの方がいるんで、あのセーターお願いして作ってもらってます。なるほど。じゃあ今回はこのクラウドファンディングのために、はい、品川さんをフレディにするまた過程もまたお伝えしつつ、いや、ね、それをしっかり結構興味あると思うんですよ、うん、フレディの特殊メイクを作るところって、うん、この特に特殊メイク目指してる人からしたら、その二郎さんが教えてくれてるところも結構興味あると思う。いや、それはすごい、みんな見たいですよ。いや、言ってもですよ、多分粘土とか触られたことないですよね。ないです。でも全くの未経験の品川さんが全くゼロです。はい、もうフレディを作るまでの過程を、はい、これから多分お見せできると思うんですけど。じゃあそれがおいおい上がってくるということですね。そうですね。だから僕も結構あのプレッシャーというか大変です。何時間ぐらいかかるんですか。僕がおそらく二郎さんがやったら何時間ぐらいですか。僕がフレディの彫刻やるとしたら、まあ丸1日かかるんじゃないですか。5、6時間、うん、はい、かかると思います。それでもめちゃめちゃ早いんですよね、二郎さん。そうですね、早い方だと思いますね、すごく。だから通常は 2,3 日かけて多分彫刻とかするんじゃないですか、ね、プロでも 2,3 日かかるところ僕がやるわけですから楽しみですね。はい、ありがとうございます。では今日の動画はこんなところで、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録してね。